ウラトラセブン番外編に、シン・ウルトラセブンを妄想してみた、小見永真嗣の本当の正体は。今回の動画のほとんどは、ちびトラの母、個人の妄想です。信じるか信じないかは、あなた次第ということでご覧ください。どうも、ミエティです。アーノ、ウルトラ親父です。この動画では、シン・ウルトラセブンの可能性を、シン・ウルトラマンを徹底考察することで、検証する試みです。以下のテーマで、非常に長い動画となってしまったので、シン・ウルトラセブンの妄想部分だけを聞きたい人は、仮説さんから見てくださいね。シン・ウルトラマンの大ヒットによって、改めて、庵野秀明のウルトラマンシリーズと、エヴァンゲリオンの関連性やメタファーを考察した解説動画が増えてきました。庵野秀明が、ウルトラマンの熱狂的信者であることから、庵野作品には、ウルトラが、大きな影響を受けていることは、ご承知の通りです。中でも、ウルトラセブンが、庵野秀明に与えた影響に注目を集めています。また、セブンファンたちは、次回作に、シン・ウルトラセブンはあるのか、どこか期待する思いがあります。そんな中で、ウルトラセブンは実相寺昭雄作品であると、偏ってしまった情報も目立ってきているので、そのあたりの誤解を整理しつつ、シン・ウルトラマンをめぐる解釈で、これはみんなが思っているけど、大きな誤解ではないか?という私個人の意見から、果たして、シン・ウルトラセブンはあり得るのか、ここで検証を試みることにしました。仮説1、神永、真嗣の正体とは、シン・ウルトラマンは、庵野作品ではない説、シン・ウルトラマンに変身する主人公神永真嗣の、真嗣の名前が意味するものとは何か?真嗣とは、エヴァンゲリオンの怒り真嗣のことか?シン・エヴァンゲリオンと世界が繋がっているのか?ウルトラ好きでエヴァが好きな方からは、様々な説が囁かれていると思います。そうではなく、神永真嗣の真嗣は、監督樋口真嗣の真嗣ではないでしょうか?監督樋口真嗣、本人ではないかという説です。シン・ウルトラマンをご覧になった方は、映画のパンフレットはご購入されましたか?実は、そこにあるべき人の名前がないのに気づかれましたでしょうか?もし、購入しておらず、まだ読んでいない方は、ここから、しばらく、5秒くらい目をつぶって、続きをご覧ください。シン・ウルトラマンは、シン・エヴァンゲリオンの公開後の作品ということもあって、前作のシン・ゴジラに引き続き、庵野秀明作品という誤解を受けやすいです。しかし、シン・ウルトラマンでは、庵野氏は、企画、脚本とプロデュース側であって、あくまで、樋口真嗣監督作品であるという、裏メッセージがパンフレットより伝わってきます。神永真嗣の真嗣とは、エヴァの世界から3次元世界に転生した怒り真嗣の姿と、エヴァ好きの方なら想像を膨らませたいと思いますが、もう一人、この映画に真嗣がいることにお気づきでしょうか?そうです。樋口真嗣監督です。ある情報によれば、樋口真嗣は、庵野秀明と深い親交があり、新世紀エヴァンゲリオンの主人公、怒り真嗣の名前の由来は、そもそも樋口真嗣にあるとされています。実は、シン・ウルトラマンとは、壮大な樋口真嗣監督ストーリーで、実は、特撮の未来に対する絶望と円谷プロへのエールを感じる作品なのです。樋口真嗣氏は、まだ、無名の頃に、ガイナックス創立のきっかけとなった、王立宇宙軍オネアミスの翼の助監督を務め、アニメの世界からスタートして、一方で、ウルトラ Q ザ・ムービー、星の伝説や、帝都物語など特撮作品に、絵コンテ提供を行い、実相寺昭雄監督とも交流した経験のある人物なのです。そして、樋口真嗣氏が、大きく評価を受けるきっかけとなったのが、平成ガメラ3部作なのです。あれ?平成ガメラ3部作って監督は金子修介氏では?私もあれ、と思ったのですが、平成ガメラの制作は、ウルトラのように、本編のドラマと特撮で監督が分かれており、特技監督として、樋口真嗣は、日本アカデミー賞を受賞するなど、大きな評価を得ることになったのです。ところが、この、カメラ大怪獣空中決戦の関係スタッフによれば、樋口真嗣氏のこだわりにより、高いクオリティの特撮作品になったものの、あわやお蔵入りとなりかけた経緯が語られています。樋口真嗣氏は、その後も、同レライ、日本沈没といった名作を手掛けるわけですが、ある作品にて課題にぶち当たってしまうのです。実写映画、進撃の巨人、アタックオンタイタンですな。高い人気を誇る漫画、進撃の巨人を実写映像化することになり、私も映画館に見に行きました。評価は人それぞれあるかもしれませんが、進撃の巨人の世界を特撮技術で何とか表現しようとした実験的作品だったわけですが、
監督本人もあまり納得のいく作品とはならなかったのです。さて、次の年にシン・ゴジラが公開されたわけですが、シン・ゴジラは特撮よりもリアルな CG 技術を優先的に取り入れた作品となりました。シン・ゴジラは数多くのグランプリを獲得するにとどまらず、流行語となるほど高い評価を受けた作品となりました。庵野秀明は総監督、脚本でありますが、本編、特技監督は樋口真嗣によるものです。シン・ゴジラのゴジラの特撮部分は、樋口真嗣の手によるものということですな。さて、シン・ゴジラの成功の陰に、樋口真嗣、庵野秀明ともに感じた、ある挫折感が隠されているのです。遡ること、2012年、巨神兵東京に現るという特撮短編映画がありました。これは、CG を一切使わない、昭和のアナログ技術で、巨神兵が、東京で破壊活動を行う映像作品です。館長、庵野秀明特撮博物館、ミニチュアで見る昭和平成の技という特撮文化を残す活動の一環であったわけですが、特撮の再現に感動を受けた一方で、映像が高画質化してきた現代においては、正直なところ、物語に集中できない感じがありました。実写映画、進撃の巨人と、シン・ゴジラの評価は、特撮映画の将来に、特撮の限界を示す、非常に辛い現実を示してしまったのでした。シン・ウルトラマンでは、樋口真嗣氏のインタビューによれば、CG のウルトラマンを、CG に見えないように、肌の質感を、ウェットスーツのように CG で表現したというエピソードがあります。そこには高画質な映像でリアルな特撮を撮るにはアナログな特撮技術では難しいという課題を突きつけられているように感じます。極力特撮を用いないようにすることで映像は美しく、そして低コストで撮影できる。着ぐるみではなく CG だからこそ、古谷敏さんご本人がモーションキャプチャーで出演できたことも良かったのかもしれません。シン・ウルトラマンのクライマックスが、進撃の巨人の物語に似ていると思ったのは私だけですかな。進撃の巨人での挫折を回収する光の巨人として、神長真嗣はシン・ウルトラマンとして現れた。アニメと実写の融合による映像美、それがシン・ウルトラマンの成功であり、皮肉にも特撮の限界をメタファーとして含む作品となっているのです。また、ニュージェネレーションウルトラマンとして、着ぐるみとミニチュア、火薬、ジオラマを用いたアナログの特撮に臨む田口清隆監督にエールを送っているようにも感じます。その根拠としては、同時期に撮影されていたと思われるウルトラマン Z の変身アイテムの Z ライザーっぽい形をしたものが見えた気がします。仮説に庵野作品考察に引き込まれ、ウルトラセブン解釈に誤解が生じているのではないか。庵野作品の映像では実装時アングルがシン・ゴジラのような実写のみならず、不思議の海のナディア、エヴァンゲリオンとアニメ作品でも用いられていることは、すでに語り尽くされたことなので、今さら説明するまでもありませんが、そこへ来て、実相寺昭雄監督の存在が大きくなりすぎてしまい、とある極端な解釈による誤解が気になっています。ウルトラセブンの世界観は実相寺昭雄が作った。これは、セブンの映像に共通して、陰影の強い演出を用いられていることを指すものだと思われます。確かに、第8話、狙われた街は、庵野秀明のみならず、松本人志など、多くの文化人に影響を与えた、実相寺昭雄監督作品の真骨頂ではあります。しかし、実相寺昭雄は、ウルトラセブンに参加したのは、わずか4本と少なく、1本は欠番回であることから、49話中3本のみです。しかも、実相寺監督は、狙われた街で、名シーンとされる例のちゃぶ台カットのせいで、京都に送られ、セブン制作より遠ざかってしまうのでした。ウルトラセブンの陰影の強い演出は、メイン監督満田一星によれば、自分も他の監督たちも、テレビではなく映画を撮っている思いが強かったからなのです。完成した映像を試写するときも、ブラウン管ではなく、スクリーンだったこともあるそうです。セブン放映1967年は、映画全盛期の時代で、テレビは、電気紙芝居と揶揄されるくらい、テレビは、まだ日の目を見ていない時代でした。とはいえ映画監督を務めるには、映画界は、すでに飽和状態だったことから、黒澤明監督の下で、助監督やスタッフを務めた、一流の映画監督候補生たちが、泣く泣くテレビに降りてきて、円谷英二、息子、はじめの勧誘により、ウルトラマン、ウルトラセブンの撮影に参加していったのです。ウルトラマンの誕生には、TBS 映画部より出向する形で、
作品に携わった実相寺昭雄のみならず、飯島敏弘監督の試行錯誤が大きく貢献したのです。しかし、セブンでは、東宝より独立を果たしたばかりの、つぶらやプロとしては、所属するスタッフにメガホンを取らせたい思いから、30代と若手である満田和穂、鈴木敏嗣が、作品の多くを監督しています。ダンとアングの淡い青春ストーリーは、満田和穂の粘り強い演出によるものです。また、作品の物語は、SF 色を強くして、対象年齢を引き上げたい金城哲夫と、社会派を感じる深い物語は、金城と同郷の沖縄出身の上原正三、後に売れっ子作家となる、佐々木守、市川新一、藤川圭介、といった、個性豊かな若手作家たちの手によるものです。また忘れてはならないのは、隊員服から、ウルトラ警備隊の基地、徴兵機まで、スタイリッシュなデザインは、芸術家成田亨による成果が大きいです。シン・ウルトラマンでは、成田亨にリスペクトを感じます。とは言っても、ウルトラホークなどのメカニックに、力の入った演出は、つぶらや英二の監修が大きく働いたこともあったと思われます。と、ざっと簡単に振り返って、ウルトラセブンの世界観は、エヴァンゲリオンが代表的な庵野作品とされるように、誰か一人の手により完成した名作というよりも、ベテランから若手のクリエイターたちの試行錯誤による、血と汗の努力が掛け合わさった産物なのです。セブンファンが熱い理由はそこですな。ガセツさん、庵野秀明は、自分でシン・ウルトラセブン監督をしたい。シン・ウルトラマンは、結局のところ、忠実に、初代マンの物語を令和に復刻した作品であって、セブンの重要なエッセンスを感じられないからです。樋口真嗣氏に監督を委ねた、実験的な作品のように思えます。実際、庵野秀明本人は、シン・エヴァンゲリオンの制作で多忙を極めた中で、同時進行で制作を進めて、シン・仮面ライダーでは、自身でメガホンを取る予定でいるので、多忙であったことが分かっています。もしかすると、シン・ウルトラセブンは、庵野秀明監督作品として、シン・仮面ライダーに続く構想がすでにあるのかもしれません。根拠として、シン・ウルトラマンが、もしウルトラセブンをオマージュしているのであれば、次のテーマが描かれていたはずだからです。地球の防衛のためなら何でも許されるのか？人は悪かれ悪よかれ主義のエンディングの回収、宇宙人と人間の淡い恋物語の結末、ウルトラマンと比べて、ウルトラセブンはドロドロとした、暗い、子供向けの完全懲悪に見せて、何かすっきりしない、もやもやとした物語の幕引きが特徴的です。特に、今回は、セブン第42話、ノンマルトの使者をオマージュする期待があったのですが、平成セブンにおいて、すでに回収されたテーマではありますが、第6話、ダークゾーン、第26話、徴兵機 R1 号、など、地球人が生き延びるために、地球外生命体が犠牲になってしまう、後味の悪いエンディングを大人になって気づいて、ウルトラセブンをビターな作品として、社会派なドラマを感じたファンの方は多いはず、このセブンが持つ、ビターな世界観を、果たして、シン・ウルトラマンがオマージュをしたのか、空想とロマン、そして、友情をテーマとするシン・ウルトラマンは純粋に初代マンなのでは？黙れウルトラマン、貴様は宇宙人なのか人間なのかとメフィラスに聞かれたウルトラマンは両方さと答えます。対してウルトラセブンは人間ではなく M78 星雲人の宇宙人が擬態した姿なのです。シン・ウルトラセブンは外星人ウルトラセブンが地球防衛のために働きながら地球人のエゴイズムや地球外生命体との共存に板挟みに遭いながら地球人女性の愛を受けて最後まで戦い続ける物語なのではないでしょうか。シン・ウルトラセブンあらすじを妄想するぞ。舞台はシン・ウルトラマンが地球からいなくなったその後の世界。地球は引き続き外星人たちの侵略の魔の手にさらされていた。 M78 光の国は宇宙の警察として地球を銀河系の前衛基地とするため平和の使者としてウルトラセブンが密かに使わされる。人間たちは外星人の技術をもとに地球の安全保障のため地球自衛軍を組織してウルトラホークをはじめとした通常兵器のみならず超惑星間弾道ミサイル R1 号など次々と超兵器を開発して天体破壊最終兵器の開発により外星人の侵略を防ぐ抑止力を手に入れようとしていた。セブンは普段は人間早川団として地球防衛のために働く。しかし外星人との共存のために戦い傷つき
地球人の軍拡の暴走に悩まされる恋人のアンナ・マリはセブンの正体を知りながら支え続ける。そして惑星人を専守防衛のために破壊した地球人たちのエゴに呆れ果てた M78 光の国はセブンに帰還命令を下すも、復讐にも LG 星人たちが地球へ熱核攻撃を仕掛ける。愛するマリのためにも終末の危機を迎える地球をセブンは見捨ててはいけない。どうするウルトラセブンというウルトラセブンの最終回、史上最大の侵略をオマージュして最後のクライマックスを迎えると考えましたが、アックマで妄想で角で皆様の想像する新ウルトラセブンがありましたらコメント欄までご記入ください。ちなみにヒロインマリの名前はアンヌの由来となったマリアンヌから来ています。主人公はアンノ版帰ってきたウルトラマンから流用したのですが、果たして諸星団の名はいかにといったところです。このウラトラセブンの動画はブログにて先行配信しています。動画概要欄の URL リンクから覗いてみてね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなね。